ジョシュ・ウィリアム・ポールは、アメリカ合衆国入りのイ州国軍、エヴァンストン出身の元プロ野球選手、野球指導者。ウト右ミギウチ。2020年シーズンにより、MLB のデトロイト・タイガースの、クオリティ・コントロールコーチを務める。1996年の MLB ドラフト2巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。1999年にメジャーデビューを果たす。 2003年6月25日に FA となった。同年7月4日にシカゴカブスと契約した。レギュラーシーズン終了後の10月31日に放出された。2004年1月15日にアナハイムエンゼルスと契約した。2005年12月19日にトロビスシリッチングとのトレードでタンパベイデビルレイズへ移籍した。2007年10月30日に FA となった。2008年1月30日にレーズとマイナー契約で再契約した。3月29日に放出され、4月7日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。参加のト AA リ AAA9 ラウンドロックエクスプレスでプレーしていたが、6月14日に放出された。2008年12月にニューヨークヤンキース参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースの監督に就任し2010年シーズン途中まで務めた。また2010年にはヤンキースのブルペンコーチを一時的に務めていた。2014年から4年間はヤンキース参加で星コーディネーターを務めた。2018年シーズンからはエンゼルスのベンチコーチに就任し2019年まで務めた。2020年シーズンからは デトロイトタイガースのクオリティコントロールコーチを務める。ありがとうございます。